今回の福岡探訪中洲の夜散歩第2回目、屋台とホニャラララをお送りします。お楽しみに。福岡再発見。皆さんこんにちは、こんばんは。中洲といえば屋台、屋台といえば中洲。ちなみに屋台とは屋根がついていて移動可能で、飲食物や玩具などを売る店舗だそうです。福岡の屋台はどうでしょうか。福岡の屋台街は第二次世界大戦後の1945年に始まったと言われています。にぎわってますね。戦後の景気悪化と食料不足で困難を強いられた多くの人々を助けるために、道端で屋台が開かれました。全盛期は1965年頃、当時屋台の数は400以上にも上ったそうです。しかし日本の急速な都市化や法律の制限を受けて、屋台は徐々に衰退します。屋台の関係者の努力と市民の支援のもと、福岡屋台基本条例が2013年にようやく制定されました。屋台が非常に賑わっています。外国語の話し声も聞こえてきますね。2020年7月1日時点の屋台の数は102軒。その大部分が中洲、天神、長浜の3エリアにあります。福岡再発見。では屋台街の横にあるちょっと危ないお店の方面に行ってみましょう。屋台から一歩道をそれると、そこは日本三大歓楽街と言われる中洲の姿があります。夜間に営業されるスナックやバー、クラブなど酒類の提供を主とする飲食店や、場所によっては風俗店が集まる歓楽街。新宿歌舞伎町、札幌市すすきの、福岡市中洲は日本三大歓楽街と言われています。歴史を振り返ってみますと、1945年の福岡大空襲で中洲一帯は焼け野原となってしまいます。ちょっとドキドキしますね。何もなくなった中洲で躍進を遂げたのは屋台です。GHQ が一度は全面禁止を命じますが、露店飲食店営業者50人余りが一致団結、1955年現在の屋台街が生まれました。その頃キャバレーも続々と誕生、さらにその周辺には風俗店も増えてきました。海外からも観光客が押し寄せるほどの大人気となった中洲。アジアならではの幻想的な雰囲気で通りは人にあふれ、コロナ前は非常に活気があったのです。多国籍なムードが流れております。多国籍なムードが流れております。飲食店の向こう側がいわゆる、危険な地域になっておりますが、やはりカメラを持っていく、勇気はございませんので、このまま大変恐縮ですが、今回の動画を終わらせていただきたいと思います。やはりこの夜の時間は何かと忖度しなければいけなくて、撮影に制約が多く、私も基本ビビリーなので、今日はこの辺で皆さんご勘弁をお願いいたします。
このチャンネルがいいねと思った方、いいねをクリックしてください。チャンネル登録していただけると嬉しいです。それではまだまだ夜散歩シリーズが続きますが、よろしくお願いします。今度はどの町に行こうかちょっと今考えています。それでは皆さん、さようなら。